どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。新名なに始めました。よいしょ、吉本新喜劇新名チャンネルでございます。よろしくお願いします。ちょっと皆さんすいません、急遽、動画回させていただいております。動画撮っております。ですね、 T シャツもちょっと用意できなくて、ただ三脚と、カメラは、携帯ですけれどもね、持っておりました。よかったでございます。なぜね、動画回させていただいているかと言いますと、なんとですね、まあ、携帯パッと開きましたらですね、 LINE がちょっと来てまして、誰から LINE 来たのかと言いますと、なんと吉本新喜劇僕と同期のジャイコから LINE がね来ましてですね、デート最近全然できてへんねんけど、じゃないんです。今回なんやろかなとパッと見たらですね、動画が送られてきておりました、ジャイコから。なんとですね、ジャイコちゃんが10月23日に、なんと、ジャパンストロングマンというね、もう、ジャパンストロングマン2022ですからね。男じゃないの、もうこれって驚きましたけども、そう、大会が10月23日あるみたいなんですよ。でもその大会に出るみたいでして、で、今トレーニング中の動画送られてきましてね、ぜひこれ、新名チャンネルで紹介してほしいと、LINE が来ましたので、ちょっと皆さん、ちょっとこれ、こちらジャイコちゃんの頑張ってるトレーニング姿見てみてください。こちらです、どうぞ。いや、これね。これすごいですよ、マジで。すごすぎるでしょ。いや、あんなでっかいタイヤも向かう時の姿見ました、皆さん。あれもうプロレスラーがリングインする前ですよ、こんなんやんの。ほんと、あんでっかいタイヤ。4回ぐらい回してましたね。なんかあの部門があるんですかね。皆さんよかったらね、そのサイトとか見ていただいて、だからね、概要欄に URL 貼り付けておきますんで、ジャパンストロングマンですかね、なるものね、のやつ、ちょっと URL 付けておきますんで、どんな大会に出るんだって皆さん、ちょっとね、僕今来たばっかりなんで、ちょっと詳しくはサイト見れてないですけども、ああいう大会あるんですかね、4回こうやって回せる、何分間に行けるとか、1分間に何回こうやって回せるとかあるんですかね。なんか40秒ぐらいの動画やったんで、いや、1分かな、4回まずいで、すごいです、あれは。ちょっと皆さんね、これよかったらね、10月23日、僕もね、ちょっと当日ね、なんか仮の仕事が入ってて、これ見に行けないんですよ、当日。ですから、よかったら皆さん、これ応援してあげてください。で、お近くの方ですね、ぜひ見に行ってみてあげてください。そして応援してあげてください、これね。すごいですよ、この動画。衝撃でしたね。すいませんね、縦の動画で、見づらかったかもしれませんけれども。ということで、急遽今回ちょっと動画回させていただいて、紹介させていただきました。いや、ジャイコちゃん、ぜひね、当日、まだまだね、当日まで日にちありますから、頑張ってください。本当に、それでは以上でございます。すいません、皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。ジャイコ頑張れ、ではまたさよならすごいね。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。新名哲郎でございました。